国民民主党は党大会を開き、夏の参議院選挙に向けた活動方針を採択しました。ただ合流も視野に協議している都民ファーストの会についての言及はありませんでした。国民民主党が掲げる理念、政策を広げ、存在感を高めていくためには、何といっても来たる参議院議員選挙に勝利をしなければなりません。活動方針では参議院選挙について、1人区でも積極的に候補者の擁立を検討すると打ち出した一方で、政策面で一致できる場合は一本化の努力は最大限行うと、距離を置く立憲民主党との選挙協力に含みを残しました。都民ファーストの会については、玉木代表は記者会見の中で、東京選挙区で統一候補を擁立する考えを示しました。両党は共通政策の取りまとめに向けて協議を進めていて、週明けに中間報告を発表する方針です。